はい、どうも。ポケモンカードが高くて始められない。嘘ですよね。嘘言わないでもらっていいですかっていうような類のことだと思うんですけれども、えっ、ー、と、時々言われるんです。えっ、ー、と、大人の方、お父さんなのかな。えー、子供がポケモンカード始めたいって言ってるんだけど、どのパックを買えばいいんですかとか。いや、パック売ってないんですよねとか。 すごく高いんでしょうなんて言われるんですけど、全然そんなことないです。えー、ポケモンカードゲームは、えー、500円のスタートデッキっていうものが8種類、いやもうさらにもうちょっと種類があるんだけども、えー、出てまして、えー、550円、税込み550円かなそれをお友達同士で1個ずつ買えば、もうそれでゲームができるんです。で、 それで、あの、まずルールを覚えた上で、ちょっとここ改造したいなと,とかね、ちょっと強くしたいなっていう時に、じゃあこのパックを買って、ちょっとこのデッキを入れ替えてみようかとか。だからそのルールを覚える次の段階でパックってのは必要なんですよ。なのになんかその、いやパックででも当てていいかとかどうのこうのでだ。それはポケモンカードゲームじゃないから。そのポケモンカードを使って売ったり買ったりする なんか名前は分かんないけど別のゲームだからちなみにうちの店で扱っているカードゲームはあのポケモンカードゲームはそのデッキを使って1対1で対戦するゲームを扱ってますだからそのすごい何枚もする高額なカードを買い取ったりえー、来月には倍ぐらいの値段になるぞみたいなそんなことをするゲームは ポケモンカードゲームとは言わないし、うちの店では何な,ならそういうゲームは取り扱ってない。うん。し、そもそも、あのー、ポケモンカードの事務局その、公式というか、その作ってる側も、その、子供たちに500円デッキで対戦する。それでルールを覚えてもらってさらに強くするために改造するみたいな風なのを、 ポケモンカードゲームとして広めたいと思ってるわけで名前もするカードを買い取ったり売ったりそういうことをやってく店をそういう店が何て言うのポケモンカードの店だとは思ってないと思うしそんなに応援してないと思うだからなんだろう全然違う店なんだようちみたいな店 その子供たちと毎週ジムバトルやったり小学生がいっぱい来てキャーキャー言いながら500円デッキいやもう彼らはもう結構もう真剣にやってるからもっと強くなっちゃってるけどそういう初心者の子たちがねあのなんならスリーブにも入れないような状態で戦ってるのがポケモンカードゲームで 大人たちが何万円とか何十万円とか何百万円とかわかんないけど、これはなんか来月値段が上がるんじゃないかな。私は投資家ですみたいな。そういう人たちがやってるのはまだ別のゲーム。うちは取り扱ってないゲームだけど、名前はよく知らない。なんて言うのわ <laughs> かんないけど。だからね、同じにしないでほしいんだ。一括りでカードショップって言われても全然違うんだわ。 うん、だからそういう風に一括りにされることによって絶対誤解を生んでるんだよポケモンカードってのは本当に始めやすいゲームだしルールも覚えやすいし大人と子供が一緒に遊べる非常にいいコミュニケーションツールなんだよそれが一番大事なことなんだだから値段が上がってくるとかそのこのイラストがとか言い出すとちょっとその目的がぼやけるというか 困るんだよね。だから別の名前にしてほしいんだなぁ。うん。もう一回繰り返すと、えー、ポケモンカードゲームは、お金そんなにかからずに、簡単に気軽に始められるカードゲームです。今ならこの500円デッキ、えー、全国どこのおショップでも売ってると思います。うちにもたくさんあるし。はい。だから始めるのは簡単ですよ。ということでした。では、また。